大沼幸雄さん、私が皆さんの歌をカバーすると春日八郎さんの歌で対抗してくるんです。苦手なんだよ。人間っていうのは慣れっていうのも必要なんですよね。舞台に上がって歌う時に、今の大沼さん、私は袖で見てるとズボンの足のズボンがパタパタって震えるんです。ここを何年か震えなくなってきたんですよ。だからね、経験っていうのは大事なんだな。そうすると歌もやっぱり落ち着いて歌えるんですね。